今日髪型一緒だな本当に三つ編み一緒やった。おそろおそろ見せてよ三つ編みゆいぽんはゆいさん、ゆいさん昨日ゆいさんとのエピソードがあるんですけど、あの滋賀の湖を見てたんですね。あの琵琶湖をあの帰り際に見てて、全然結構離れた、あのそんなもう落ちるほどの距離にはいてないんですけど、あの2メートルぐらい離れたところから滋賀の琵琶湖を見てたんですね。そしたらゆいさんが後ろからうわってやってきて、あの驚きすぎて本当に落ちたかと思いました自分が全然あの落ちる距離じゃないのに死ぬかと思ってでももうね、そんなお茶目なゆいさんが私は大好きなので、はい、落ちたの？落ちてないよ。落ちたらここにいないよ多分。泳げますけどね、うん、落ちようよそこ確かにそういうそういう落ちもありでしたね。なんか2メートル離れててもオーバーリアクションして落ちるって、まあ、確かに帰り際だったからありかもしれないです。そうなんですよ、ゆいさん可愛いんですよめちゃくちゃ。